皆さんこんにちは、エミです。今回は秋の季節のセントラルパークということで、不思議の国のアリスの銅像と並木道、そしてシープメドウをご紹介したいと思います。セントラルパークには数々のアート作品が存在しますが、その中でも子どもに一番人気のアート作品といえば、不思議の国のアリスをモチーフにした銅像です。大きなマッシュルームの上に座るアリスの両サイドにはウサギなどのキャラクターがいて、ジャングルジムのように登ったりして子どもたちが遊べるようになっています。結構リアルな作りで、想像していたよりも大きいと感じました。このアリス像はジョージ・デラコルテさんという方が1959年にニューヨークの子どもたちのために寄付したものだそうです。ベゼスタテラスからまっすぐに伸びる道はセントラルパーク最大の並木道であり、モールと呼ばれています。広くて開放的な並木道はセントラルパークの中で唯一まっすぐの直線の道で、全長約400メートルあります。秋の紅葉の時期の人気スポットで、黄金色に染まったイチョウやニレの葉が空から降り注ぎ、映画やドラマでもよく登場します。有名な文学者たちの彫像も立ち並び、そのことからこの並木道は別名文学の散歩道とも呼ばれています。ベートーベンの彫像もあります。リスもかなり近くまで寄ってきます。シープメドウはセントラルパークを代表する名所の一つで、セントラルパーク最大の芝生広場です。シープメドウという名前の通り、1934年までここは羊の牧場で、実際に牧草地として使われていた場所なんです。今ではたくさんの人々がピクニックやお昼寝、読書や運動などをして過ごしています。フリスビーをしている人たちもいました。ニューヨークの大都会の真ん中で、大人も子どもも自由に遊べる空間です。シープメドウの見どころは、公園のすぐそばにそびえ立つ高層ビルの摩天楼の風景で、ニューヨークらしい景色を楽しめます。マンハッタンの高層ビルをバックに芝生と木々の光景は、ニューヨークならではの風景です。お弁当を持ってピクニックする家族連れには最高の公園です。近年ニューヨークでは超スリムな高層ビルがトレンドになっていて、シープメドウから見える高層ビルも細い棒のような極細ビルが増えています。超高級マンションセントラルパークタワーが2020年に完成し、世界で最も高い住居ビルになりました。131階建ての高さ472メートルで全米一の高さを誇ります。コロナ状況の中ですが、次々とワールドクラスの高層コンドミニアムが建設されています。その結果、ますます都会の中のオアシス感は高まっていて、よりインパクトのある景色を楽しむことができます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。それでは失礼いたします。